どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今日はね、3体のテディベアというゲームをやろうと思います。なんかね、ジャンルはじわじわ系ホラーゲームということで初めてのジャンルです。楽しみです。やっていきましょう。はじめからなんかおしゃれな感じするね。すごい。エドガー、最悪だ俺。エドガー・アーキンは今日何度目かの愚痴をこぼした。師匠の使いで靴を届けた後、森に入ったのが運の月だった。もう3時間も森の中を歩き続けている。もうすぐ日が沈む。さらにはこの雨だ。野宿を確保しかけたところで、それは突如に現れた。かわいそう。こんなところに貴族の屋敷なんてあったか。いかにも曰くありげな不気味な屋敷だが、死の子の言ってる場合ではない。俺はその屋敷に足を踏み入れた。え、やめとけ。絶対入っちゃいけないって。うわ、もうテディベアじゃん、1体目の。最初に目に入ったのは1体のテディベア。それがぐったりと横たわっている。すんません。すみませんか。すんませんに見えた一瞬。急になんか違うなーって思ったけど。呼びかけてみるも返事がない。誰もいないのか。そう考えてもおかしくないほど、屋敷は静まり返っていた。年季の入ったテディベアを持ち上げる。ふと後ろに視線を感じた。え、うわ、普通にいんじゃん。そこにいたのは一人の少女。君はここの子か。実は事情を話し、一晩泊めてほしいと伝える。返事はすぐに返ってきた。いいわよめちゃくちゃありがてえ。一つだけお願いを聞いてくれたらね。お願い。何？顔がない。朝が来るまでに、うん、あ、見つけて。何？テディベアじゃないの？気がつくと少女は姿を消していた。辺りを見渡しても、叫んでみても誰もいない。俺は適当な部屋を探し、今日はそこで休むことにした。野宿の危機から一転、ベッドの上。よく人のベッドに勝手に眠りにつけるな、本当に。逆に怖えわ。まだ野宿の方がマシだわ、なんか。俺はすぐに眠りについた。すごい勇気、エドが。夜、突然目が覚めた。立派な柱時計は夜中の2時を指していた。まだ朝には程遠い。寝直すかと思ったその時。ガツン。ガツン。何かがこちらに近づく音が聞こえた。今のガツンの感じなんかちょっといいね。ガツン。ガツン、ガンツ。ガンツではないな。それゆっくりと、だが確実にこちらに向かっている。あれに見つかってはいけない。理由はわからない。だが確信に近い予感があった。この部屋にいてはダメだ。別の部屋に隠れよう。ちょっと怖っ。この展開。うわぁ、セーブ来たよ。死ぬってことじゃん、確実にね。確実に死ぬってことじゃん。18で。逃げると言っても、どこに逃げれば。ふと自分がテディベアを持っていたことに気がつく。その手には見知らぬメモ。え、逃げて音のする方へ。ん、でもなんかバツが振ってあんな。なんだこれ。まあいいか。水の音がする。うわっ、地下室はいけない。すげえ、何これ。え、水の音、洗面所じゃない。台所の可能性もあるけど。ピッチョン。床が濡れている。この雨だ。雨漏りかもしれない。バシャ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 。奥の方から激しい水音が聞こえる。蛇口が壊れてる。ドン。バシャ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 。これは何かが暴れる音。やべえやべえとこ来ちゃったんじゃない。そこには男と女がいて。おーわーお、別の意味でやべえ。何そういう展開。これ覗いちゃいけないもの見ちゃったんじゃない。年と服装からしてここの主人とメイドだろうか。うわ、主人とメイド。主人は年のせいだろうか。腕も細く随分と痩せれた顔をしていた。なのに主人は激しい形相で女の頭をつかむ。え、水で溢れた洗面台に女の顔を押し込んだ。やべえじゃん。一度や二度ではない。え、何度も何度も。あの細い腕のどこからそんな力が出るんだろうか。主人、いい加減何か言ったらどうだ。女は答えない。いや、それどころではない。
苦しさから逃れようと空気を求め暴れ、そして動かなくなった。男が手を離すとそれは力なく下に落ち、スルスル、焦点の合わなくなったうつろな瞳がこちらを見た気がした。ええ、なになになに、かわいいかわいいテディベア、お父様からもらったの。お仕事の忙しいお父様からのプレゼント、ありがとう、私大切にするわね。え、またセーブ ?17 にセーブするか。何かが倒れる音、例えば椅子のような。え、今の正解だったってことでいいのかな。正解だったんじゃない。あ、地下室行くようになってるね。でもちょっと待って、地下室やばそうだから、あ、なんか反応しない時はあるだけか。これ最初向けたのかな。うん、椅子の倒れる音、椅子か食堂じゃない？全然わかんないけどね。ひっ！思わず声を上げてしまう。目の前には倒れた椅子。あ、そしてそこには当たってるってこと？人間が縛り付けられていた。驚いたのは姿ではなくその顔。人相が変わるほどの、え、強打の跡。ガン！また、まただ。お許しください。また主人にやられてんの？先ほどの主が、今度は若い男を殴っていた。主かな。殴るたびに男の口から鼻から血が飛び散る。うわ、想像しただけでいて。不出来な使用人に対しての時折などというものではない。主人の腕には主人の腕にはろうそく立て、そして使用人の体にはロープで椅子に縛り付けられていた。自分は何も知りません。ぐっ、うん、仲間思いのやつだな。犯人はお前の同僚か、友人か、はたまた身内か。あっ、主人が男性を椅子ごと蹴り倒す。これで終わりかと思いきや、主人が何かを男性の体にかけた。え、酒だ、まさか燃やすのか。旦那様、それだけは、私は本当に何も。男性がもがくも縄が解かれる気配はない。主人は火の揺れる楼台を放り投げた。嘘だろ。何をしたんだろうね、一体。仲間、裏切った、主人を裏切った仲間思いのやつだな、とか言ってたってことは、何かをやったんだろうね。私の大事なテディベア、一体どこに行ってしまったの？誰に聞いても見つからない、私の大事なテディベア。お父様が悲しむわ、早く見つけてあげないと。他のテディベアもきっと帰りを待ってるわ。おう、僕が持ってるやつがそのテディベアの可能性もある。またセーブだ。でもセーブいっぱいあるけど、別に死ぬ要素ないんだけど。何かを煮る音がする。絶対台所じゃん。よしよしよし。グツ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 。グツグツと何かが煮える音がする。進むのを躊躇して正解だったようだ。キッチンにはあらゆるものが散乱していた。食器やパンなどの食材、鍋に至るまで。不気味なのは。何この音。ああ、一心不乱にキッチンを漁る主人の姿だろうか。どこにでもいんな。どこだ、どこにいる。戸棚や食器入れ、シンクの下や布袋の中まで、あらゆる場所を漁っている。何かを探しているようだ。主人が煮えていた鍋をひっくり返す。鍋、陶器なの。今割れる音したけどね。中身の動物の骨や肉が床中に散らばる。一体コック、旦那様、一体何を探して。コックが駆けつける。まだ健在のようだ。だがその目には怯えが見えた。私の妻はどこにいる。いや、そんなとこにいないでしょ、戸棚とかには。奥様はこちらにはいらっしゃいませんよ。うん、めちゃくちゃまともなこと言ってるコック。お部屋に戻りましょう。お嬢様が見ておられます。お嬢様。妻が見つからない。ですから奥様は、掘り返しては見たが、あれは妻じゃない。掘り返す？旦那さんはまさか狂ってる。一回死んでそれを掘り返したってこと、主人が。なんだと。狂ってやがる。奥様も執事もあんたが。主人が包丁に手をかける。それ以上言うな。いや、マジでサイコパスじゃん。
鍋は血で濡れた何かで溢れていた。完全コックじゃん。私は何をしていたのだろう。いやいやいや、鍋の何かは増える一方だ。そうだ、妻を探さねば。そして妻を殺した男を探さねば。気がつくとそこには何も残されていなかった。たった一つ不自然に横たわったテディベアを除いては、あ、二つ目見つけた。やったぞ。お母様が死んでしまったの。なぜと聞いても誰も教えてくれない。わからないわ、お母様のことも。なくしてしまったテディベアの行方も。私の大事なテディベアはどこ。おお、セーブしましょうか。テディベアの手には見知らぬメモ。始まりは妻との口論から。何かが落ちる音、何かが落ちる音、本だろうか。めちゃくちゃ落ちたね。執務室でしょうね、多分。うわー、いきなり。妻はどこへ行った。部屋中に響き渡る土星。ん、土星だっけこれ。部屋には主人と老羊のみ。妻があれから何日も帰ってこない。まさか例の男が妻を。例の男？旦那様、それ以上は。主人は何かに気づいたのか、ドアの方を向く。お前はあっちに行ってなさい。ああ、娘さんってことかな。さっきの女の子かな。相手が言ったことを確認し、老羊が続ける。旦那様、落ち着いてください。奥様はお亡くなりになりました。死んだ？どういうことだ。衝撃で棚から本が落ちる。主人が老羊の胸ぐらをつかみ、そのまま壁に押し付ける。妻が死んだ？いや、殺されたのだろ。誰だ、誰に殺された。それは。老羊は答えない。苛立ち主人は彼の体を揺さぶり続ける。旦那様、手を。ここにドンドンがちょっとリズム刻んでるうち笑っちゃうんだけど、やめて。本当にあの男か、そうなのか、答えろ。誰が私の妻を殺した。あの男って誰なんだろうね。衝撃で老羊の身につけていた鍵が落ちた。同時に老羊の腕も力なく垂れ下がる。まさか。いえ、誰なんだ、おい。それでも主人の尋問は止まらなかった。もういいじゃん、そんなやんなくて。鍵、落ちていた鍵を拾う。妻が死んだから主人がおかしくなったのだろうか。だが何かが引っかかる。ねえ、最近お父様の様子がおかしいわ。ずっと誰かを探してる。私の大事なテディベア、もう一体もいなくなっちゃった。早く見つけてあげないと。私の大事なテディベアはどこ。はい、セーブしましょう。あ、また一緒だ。あー、ヒントってことなんだ。ヒントはこれになるんだ。え、次何、寝室か。え、どっち次。ヒントなかったよね今。寝室から行ってみるか。地下室残した方がいいです。最後に、ここは夫婦の寝室だろうか。言い争う声が聞こえる。そう言ってまた男に会うつもりだろう。いつものやりとりになるだろう。妻は軽く主人をあしらう。友人に会いに行くだけよ。疑い深いのはあなたの唯一の欠点ね。時間よ、もういいかしら。エライザはそれ女優さん。待て、エライザ、絶対エライザさんのこと好きでしょ。なんだっけな、何エライザだっけな、ちょっと忘れちゃったけど名前。なんちゃらエライザさんいるよね。主人が妻の手を掴む。ちょ、話して。そんなに相手の男がいいのか。私がどれだけ、ん？ごめん。私がどれだけお前を愛してると。いい加減にして。その時だった。そういう死に方。妻は階段から足を滑らせ。キャー！なんで疑問系なの？めっちゃ階段長い。めちゃくちゃ階段長くなかった今。
しように。奥様、どうさなされま…騒ぎを聞きつけた使用人が絶句する。無理もない。打ちどころが悪かったのだろう。ブロンドの髪は血で赤く染まり、手足にはすでに力はなく、首は…旦那様、奥様が…降りてきた主人がそれを見る。違う。私の妻は、私の愛しい妻はこんな姿ではない。私の妻は、どこだ？結局自分がやっちゃったんだね。ずっと探してる。私の大事なテディベア。どこを探しても見つからない。私の大好きな。お願い誰か。お探して。で、まあ、地下室に。え？うわ、銀河ホール最後でしょ、きっと。地下室行ってみようよ。赤色になってるけど。あー、鍵だったんだね。あった。そうか。俺は全てを察した。そこにあったのは小さなテディベアと、寄り添うようにあった子供の遺体。大事なテディベアが見つからない。お屋敷のどこを探しても見つからない。だからきっと外に。ポーラ。お父様。お前はどこにも行かないよな。ええ。私はずっとお父様のそばにいるわ。そうか、なら。お父様？閉じ込めたんだ。腕を掴まれ、引っ張られる。待って、お父様、どこ行くの？私は、テディベアを探したいだけ。そこの先にあるわ。その先にあるのは、暗い地下室の扉。見つけたら、すぐに戻ってくるわ。だから。いや、出して。お父様、お願い、ここから出して。誰かここを開けて。私はここよ。ここにいるの。お願い、誰か。私を探して。そういうことだったんだ。テディベアじゃなくて私ってことね。俺は2体のテディベアを彼女の隣に置いた。探してほしかったのは君自身だったんだな。うわ、テディベアとだとばっかり思ってたね。みんな騙されたね、これ。じゃあ玄関ホール行きますか。玄関ホールへ行くと薄暗くも光が差していた。夜が明けたようだ。おお、結構経ったな。じゃあ2時からだから、ね、今では明るくなる。6時とかじゃない、4時間くらいやってた。俺はほっと胸を撫で下ろし、肩に手をかける。すると少女が現れた。お、ありがとう。私を見つけてくれて。彼女の手の中には3体のテディベアがいた。大きなテディベアが2体、そして小さなテディベアが1体。私の大事なテディベア、私の大切な。うわぁ、つれぇ。気がつくと俺は森の中にいた。雨は上がり、屋敷は影も形もない。昨日の苦労は何だったのか。ほどなくして町に帰った俺は屋敷のことを聞いてみた。だが、誰も何も知らないという。きっとあの少女が俺を呼んだのだろう。私を見つけて、と。エンド。ちょっとエドガーが言ってる風に書くのやめてくんない？エドガーがなんか最後に急にめっちゃ発音よく、エンドって言った感じするじゃん、今の。いや、面白かった。ちょっと面白かったぞ、これ。なんかすげえ裏切られた感すごいしね。いやー、めっちゃ良かったですね。ということで、3体のテディベア、皆さんもしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押しててください。ちょっとジーンときたね。はい、じゃあまたやります、こういうゲームも。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。